インターネット経済学とインターネットの健全化、ネットショッピングをする際、ネット上で起こる犯罪を恐れて、ネットショッピング、オンライン銀行、ネット株取引、オークションなどをしない人がいると思われる。ネット上の犯罪が撲滅すれば、ネット取引をしようとする人が増え、パソコンを持たない人、 パソコンを持つが、インターネットには接続していない人、インターネットに接続しているが、ネットショッピングなどをしない人、ネットショッピングなどをする人の順に段階がある。インターネットが目的でパソコンを購入する人が増え、パソコン業界や半導体分野の業界が活性化することにもなる。ネット上の犯罪が減り、インターネットの健全化が進めば、 インターネットユーザーが増え、引いてはネット企業の収益も増えることになると考えることができる。